え、なおちゃん何したの？緊張してないな。あじゃあ俺タコライス見たじゃあ、なおちゃんいっぱい取っとくから後から DVD にして、あらら、塩田さんの方が大食いずってるけど酔っ払って飲む。緊張の糸が取れない。緊張しすぎてもう手とかカタカナだったの。こんなのね。坪井さん、俺も決定的瞬間をやっぱ抑えめとかねえとダメです。終了かな。そうですね。もういいから。